もしもしやっと出てくれました。先ほどからずーっとお電話してましたのに。本当ですわ嘘だと言うのなら、後でしっかり着信履歴。 見てみてください。<laughs> あ、そうそう。今、お時間よろしいかしら。あなたに、折り入ってご相談がありますの。ええ。 そう、よかった。実は、運がいいのか悪いのか、私もよくわかりませんけど。文化祭の実行委員に、 推薦されましたの。それで何をするかっていうのは決まってるんですけど。その、買い出しというものはしたことがなくて。 行ったことないって言ったら、また嫌味みたいになるし。選ばれたからには、ちゃんと責務を、全うしたいのです。だから、その、お買い物経験がある、そして幼馴染みである、あなたに、 ついてきてほしいのです。あ、日にちは今週の日曜日。学校もお休みですし、ちょうど時間も空いたので。 かった。てっきり断られるのかと思ってました。え俺でよかったらいつでもついていくよってあ、ありがとうございます。 それでは、えっと、今週の日曜日、時間はまた折り入ってご連絡させていただきます。楽しみにしてるよってあ、あ、はい。 えっえっともうこんな時間ですわね寝ないとお肌にも良くないですし私はこの辺で失礼いたします 長い時間、お電話、お付き合いいただき、あと、お願い、聞いてくださって、ありがとうございました。やっぱり、持つべきものは、幼馴染み。<laughs> そ、それじゃあ。 見なさい